した中国にボコられインドネシアサポーター発狂の嵐。インドネシア代表、グループぶっちぎり最下位中国に 2-1 で敗北。俺らの時だけ笛の出番は時間通りだ。ああ、そうだろうね。インドネシアの守備は恥さらしです。審判がまた不正行為をしているわ。私たちの会長はもう恥ずかしいです。はははあすー、あす、バジンガン、ははは。くそ、お前たちのせいでポイントを取れたはずだったのに、AFC は本当に最悪だな、超ムカつく。前に進もうぜ、兄弟、昨日のことに引きずられたり落ち込んでちゃダメだ。代表チームは次の試合にもっと集中すべきなんだ。また審判が不正をした、マレーシアで働くセメント労働者のようなやつだよ。カルマを受け取れよ、ビッチども。ははは、これが起こるんじゃないかと予想してたよ。中国からカルマを受けることになるなんてね。中国はバーレーンよりはるかにレベルが高い。インド、ホランド、インドネシアプラスオランダを洗い物にしようぜ。あははは。中国に負けない方法のチュートリアルが YouTube にあるよ。中国との試合には珍道中国系インドネシア人を起用するべきだった。正直公平なゲームだった。おいおい、インドネシア。敗因は審判にあると思う。負けたらいつも審判のせいだ。帰還者あと30人必要だ。